マルサンホビー動画チャンネルです。バンダイ、メタルロボット魂、オーラバトラ、ビルバインのご紹介になります。こちらのモデルは、ナノ国の女王シーララパーナが、ショーザマに託した可変型のオーラバトラーになっています。この、オーラバトラー形態から、変形しまして、このウィングキャリバー形態に、なります。あとはこういったさまざまな、可動の、箇所がありますので、いろいろなポージングをつけたりとか、あとこのエフェクトパーツなどがついてますので、非常に迫力のあるモデルになっています。でこの下の、写真、こちらの写真なんですけれども、このちょうど赤くなっている部分が金属製の部品で、それ以外のところはプラスチックのパーツになっています。あと専用のスタンドもついていますので、このようなこう100分の1の時の、あ、ごめんなさい、大きい方のプラモデルの時のイメージのパッケージイラストのような飾り方もできます。そして、こちらの方が、その本体の方になります。このメタル足首のところがこうメタルでできているまで、ね、非常にここが重量感があってずっしりした感じで、こんだけ安定して立てます。そして、全体的にはこのようにちょっとこう、なんて言ったらいいですかね、こうパールがかかったような塗装の感じになってまして、こういった羽は半透明なパーツになっています。で、こういうウイングの部分動いたり、あとこの、オーラショットもこういうふうに、あ、オーラキャノンですね、ごめんなさい。こういうふうに動いたりします。そして、こちらですね。あと剣は鞘からこうやって抜いて、こう武器持たせ用の手を使うと持たせることができます。そして、基本的な動きとしては、普通に首がこう動いたりします。あと肩が動いたり、あとこの手の部分がですね、肘の部分が結構大きく動きます。で、ももの部分ですね。で、ここがこう回転軸があります。で、膝が動いて、で、爪はこういうふうに畳めるようになっています。こっちのちっちゃい爪も独自に動きます。で、あとここのコックピットも、ここの、よいしょ、こういった感じで、こういう感じで開いて、ちゃんと内部も再現されています。で、こちらのあと、付属品になるんですけれども、まず、こちらのものですね。こちらが、オーラショットライフルになります。でこちらは専用の手で持たすことができまして、あと形状がこういうこのライフル状態と、あとこのストックを畳みまして、ここの部分をこういうふうに出します。そしてこのエフェクト部品をつけることによって、このソードライフルの形状が取れるようになっています。あと爪のところは取り外しが可能になってますので、腕の方ですね、こういったワイヤーでこう爪を飛ばした状態が再現できるようになっています。あとこういった変形の時に使う部品が何点かこういうものがついていまして、これがジョイントになります。あとこういったジョイントですね。で、あとこの手首の部品がこう少しこう大きく開いた、指と、こう少し人差し指をこう刺したような状態の指ですね。あとこの、オーラソードライフルをソードモードにした時に持つ手と、あとオーラショット
ライフル状態で握る手といったのが入っています。そして剣のところにこのエフェクトパーツがこう刺せるようになっておりますので、これでこういう感じでこうバーッとこう振り抜いた時のこうオーラがこうバーッと出てるっていう感じに再現できるようになっています。そしてあとこでこちらが専用のディスプレイ台になっています。でこちらにこうゴールドマットゴールド の模様とエングレービングが書かれています。付属部品はこれで以上になります。そしてビルバインの最大の特徴としてはウィングキャリバーへの変形という機能があります。こちらの方はちょっとこう簡単にお見せしますと、ここの胸を開きますね。でこれがグッと上に上がって、よいしょ、ここがグーッと上がってきます。でここを締めていきます。そしてあとこの手のここの部分をクリッと回して爪をこう立てていきます。で左右同じように、爪をこう立ててこんな状態にします。そしてこういうちょっとこう風に曲げていきまして、そして頭の部分をここのまんまグイッと大きく、よいしょと、こう動かしていって、この頭部がここに収納されるようなこういう状態になります。そして、羽の方をよいしょこうして、でこの羽の位置をちょっと整えてあげて、よいしょと、よいしょ、でこれをこうしてこんな感じですね。そして足のところをこうグイッと曲げて、これをちょいと出して、そして膝をこういう風な感じでグイッと動かして、ここの膝の部分を持ってきます。で足の爪をこう畳んであげて、形整えますね。こうしてこうしてこういう感じですね。そしてあとこのオーラコンバーターのところにオーラショットライフ、これが付けられますので、よいしょと、こういう感じですね。こういうこれで、ウィングキャリバー形態になります。あ、羽をもっと広げた方がいいか。こうですね。よいしょ。こういう風な形態に変形ができます。これで空を飛ぶようになりまして、あとこう別売りの、ロボット魂の、オーラバトラーダンバインもこの上にこう乗せられるような仕組みになっておりますので、そういったのと合わせるとまたさらに劇中のイメージが湧いてくると思います。こういった商品、ぜひお客様のコレクションにの一つとして加えてみてください。このように新製品を続々ご紹介しておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。これで以上です。バイバイ。